どうもゴールデンボーイジム代表の金子です。今日はですね、バンデージの巻き方をちょっと、紹介しようと思います。ずいぶんこう厚着してるんですけど、ただいまジム内の気温は2度、はっきり言って寒いです。休日ですね、こういう VTR を撮ってるんで、ちょっと誰も来ない時は暖房とか一切入れないんで、はっきり言って寒いです。ちょっと、頑張ってですね、腕だけよいしょ、袖を上げておいてですね、ちょっとバンデージの巻き方をお見せしようと思います。さて、それじゃあ、バンデージですけどね、左手を例にして、巻き方をお見せします。まず、私の場合はバンデージきれいに巻いたりしません。はっきり言って面倒くさいですし、普段どん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 お洗濯してるんで、一回一回巻いたりするの煩わしいんでね、まあ、実際のところ巻くよりこの方が巻きやすいと思って自分では続けてるんで、はい。それじゃあですね、バンデージの巻き方やってみようと思います。今日使ってるバンデージはですね、ボディメーカーのものですね。一番まあ、手に入れやすくて、値段も安いっていうことで、まあ、最初の方はよく使いますね。まず最初に人差し指にこの輪っかをかけてですね、ちょっと指開きます。指を開いておいて、そこで4回巻きつけます。2、3、4。ですね、まあ、大体ボディメーカーの長さ的に4回から5回っていうところですね。はい。そしてナックルの上に乗せて、これをまた一周巻いてまとめます。ちょっと握ります。殴るような形で握りますね、これ。そして、その殴るような形でしっかり握ったまま手首を巻きます。そこから、はい、ナックルに回して、小指と薬指の間を通してですね、人差し指と親指の間で抜きます。これでまたしっかり握った形作ります。やはり手首に回して、同じように中指と薬指の間を通しますね。で、またしっかり握って、そしてまた手首いって、最後によいしょ、人差し指と中指との間を通して、やはり同じように人差し指と親指の間をよいしょ通します。そして最後に拳のところで、よいしょ、これが指の間通してきた部分をですね、まとめます。はい、ナックルの周りを一周いっぺんこう握って、そしてまた巻いて、ここでまたしっかり握って、そして手首いきます。で、握ったら残った部分をちょっとずつずらしてですね、最後に、よし、はい、以上完成ですね。最後にですね、このナックルのあたりでまとめたやつをぎゅっとこう寄せてですね、寄せて、しっかり寄せて、まあ、拳握りやすいように、形変えて、まあ、これで完成ですね。以上、バンデージの巻き方でした。お、そうだ、もう一つ大事なこと、バンデージ巻いてですね、練習で使っていると、必ず初期の緩みというのが出ます。つまりこの辺ですね、この辺にこう緩みが出てきます、ゆるゆると。そうした場合ですね、いっぺんくるくるくるっとほどいて、そうですね、この辺までいいです。手首のあたりですね、全部ほどいたぐらいのところまででいいですんで、そしてもう一回巻きつけて締めるということをするとですね、もうあとは緩みません。ですから初期の緩みはですね、ちょっと練習すると出てくると思うんで、そしたらその部分だけほどいて、キュッと締め直して巻くようにしてください。以上、バンデージの巻き方でした。